十二期研究生、うん、S.K.O.T.I. と十二期研究生、愛知県出身中学二年生、十三歳の宮城小川瀬川宮城です。よろしくお願いします。イエーイ。虹キラキラ、ありがとうございます。ハートとかもありがとうございます。イエーイ。二じゃないよ、動画見たよ。あー、ありがとうございます。 いかがでしたんでしょうかいかがでしたかっ <laughs> いかがでしたか <laughs> ね多分面白かったんじゃないかな多分ねすいません配給26巻持ってる26巻,26巻ちょっと待ってね26巻でしょ26巻だから 持ってるかなの26巻な配の巻んかカバーで覚えてるんですよいつもなんかねいつもカバーで覚えてるのカバーでカバーで覚えてるからさなんかど,どうしよう <laughs> ちょっと待ってね今ね調べてるから。 配給の26巻かあ持ってないきよこさんのやつだよねこのカバーがきよこさんの持ってないです26巻はそう清子さんあ可かわいい <laughs> はいきよこさんの26巻はね持ってないですということでした9月3日ドラえもんのお誕生日 おー、ドラえもん、おめでとうございます。<laughs> おめでとうございます、ドラえもんさん。<laughs> ドラえもんおめでとう。私はドラえもんの秘密道具だったら、どこでもドアが欲しいかな。どこでも行きたい。なんかさ、もう移動するのがめんどくさいじゃないですか。だからもう家の中とかでもいいから、なんか、 もういい <laughs> あの自分の部屋から例えばトイレとか洗面所とかそういうところに行けるようにしたいどこでもどあれわっ織姫くまちゃんありがとうございますかわいい織姫だ織姫なの織姫織姫かな <laughs> 織姫 グミの日でもあるらしいよグミの日でもあるんだおええー、グミの日か今日グミ食べましたあのフィットチーネグミみたいなやつなんかちょっと明るいねオッケー明るいねなんか明るかったけど調節したらいい感じになったはず 天女熊だよ。天女えーかわいい。ありがとうございます。かわいいですね。音符もありがとうございます。俺なんかしょっちゅう間違えて2冊同じ号を買っちゃうよ。えーちょっとそれは大丈夫なんですか <laughs> 大丈夫なんですか私は。一回だけしか。でもそれも自分で。 これ買おうと思って買ったやつじゃなくてなんかお、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 家族 <laughs> 家族が買ってきてくれたんですよ鬼滅なんですけど鬼滅の刃っていう漫画あるじゃないですかなんか私なんか知らないけど鬼滅がちょうど流行りだした時ぐらいにとりあえず漫画を買おうと思ったんですよでも一巻とかなかったんです一巻がなかったのかな それかなんか普通にカバーで選んだかわかんないんですけど16巻は買ったんですよ多分ねかなおのねあの表紙だったと思うんだけどそれで買ってそれで1巻から2巻からまたばーって読んでってそうでなんか やっと16巻までたどり着いた時に、あのー、家族が買ってきちゃったんですよそう家族が買ってきてくれちゃって <laughs> 買ってきて買ってきてくれたんですけどなんとかぶっちゃってたのでだからお友達にあげましたお友達喜んでましたねそう英語の塾の同じ塾のお友達にあげましたね あ,ありがとうみたいな友達でも友達喜んでたからねまあいいんじゃないですか <laughs> いいんじゃないですかねまあ加納の表紙だから可愛いし <laughs> 可愛い表紙だからまあいいよね今日の前髪の調子はどう今日はですねうーんちょっと割れてるので61点。 微妙でしょなんかさ今日はですねレッスンがあったんですよレッスンがあって汗だくになってとりあえずそのままにしといたんですよいつもだったらドライシャンプーとかわーってかけるんですけどわ <laughs> ーってかけるんですけどかけなくて今日はちょっと面倒くさかったのでなのでもうなのでそのままにしてでなんか今日は鍼灸院も行ったんですねなので、あので、ー、あ なんか寝転がったりするじゃないですかうつ伏せになったら多分こんなバレましたね今日見たアニメある今日見たアニメはない <laughs> ないですねごめんなさいそう毎日アニメ見てるわけじゃないんだそうなんかねそうなんかその見たいアニメがあったら めっちゃちょっとずつ見てくんだけど今は特に特別見たいアニメないんだよねあるんだよあるんだけどアマプラの会員特典だけじゃ見れないの永遠の消防隊 <laughs> あとブルーロックそう見たいんだよ見たいんですけどアマプラの会員特典で見える範囲内になっておりますミ <laughs> アビーブじゃなくて針治療してる JC2 <laughs> そう JC2 ねあの 公演が終わった後は毎回首とか肩とか腰が痛くなるんですよ今はもう痛い <laughs> 痛いよ痛いけどまあ頑張った証拠だよねってことなのでいいとしましょう帰りの電車に乗ってミヤビームの配信見てるくんだよありがとうくんだよ <laughs> ありがとうくんだよあハートとマリマリ <laughs> ありがとうございます ブルーロック10月から次のシーズン始まるんだよね。そう、あの、アンダー20のやつ。あれ見たいよね。あのー、漫画、単行本ではちょうどアンダー20で終わったとこなんですよ。はい。あのー、何も言いません、これは。勝ったか負けたかは言いませんけど、まあ、見ました。<laughs> だから次はつかの間の何て言うのあのなんかさ予告みたいな見たの一番後ろにあるつかの間の休日を楽しむみたいなアンダーあゥ280収集みたいなまあこれだけじゃバレないね <laughs> ねえ「テンスラー見たことある」見たことあるよなんかね漫画をね6巻ぐらいまで持ってて。 そうすごいね面白い面白いのよなんかねプレゼントでいただいたんですけどすごく面白いんですそうなんか今まであんまりそのなんだろう意識してなかったんだけどなんかえっ面白い今までなんで読んでこなかったんだろうって思ったのでまた今度買おうかな <laughs> 買おうかな自分で買おうかな おしゃさんは <laughs> あのー、ありゅうありゅうなんたらではね <laughs> ありゅうなんたらよねえー、っとおしゃさん活躍してるんじゃないですかね <laughs> ちょっとごめんあんまり覚えてないけど多分活躍してると思うよ。 すごいね中学生で針うつって針苦手な先輩多いのに私も針は苦手なんですけどなんか針だけじゃなくてお灸とかもするし今日は針はしなかったんですけどたまに針はする時もありますあとはマッサージをしてもらったりとかしますそうそう針はねあんまりしないんですけどお灸も針もお灸もたまにほとんどマッサージとかが基本。 あとなんか筋肉をほぐすやつ機械 <laughs> 筋肉をほぐす機械を使ってほぐしてもらったりとかするそうなんか寝てるのと寝てないのとの狭間にいるんですよいつもそうそれがそのすごくなんか寝てる感があっていいと思うだるまさんありがとうございます 転生系はリゼロも面白い10月からアニメ3期も始まるしああリゼロ小説だけ持ってるあの一巻とかじゃ全然ないと思うんですけどなんか友達が「リゼロ面白い!」みたいなリゼロの小説を友達が読んでたんですよ学校で「え何それ?」って言って「リゼロめっちゃ面白いよ」って言ってたから読んだのまあ面白かったんだけどその一巻しか持ってないんですよなのでまあリゼロも気になってる。 あと、ヒロアカも気になってるんだよあと最近は「進撃の巨人」も気になってる <laughs>。でも、あの、何て言うんですか。読むのちょっとあれじゃないだってもう、もう、めっちゃ関数あるじゃないですか。何回まであるか分かんないけども、こんなんあるじゃないですか。そう、「進撃の巨人」が最近気になってるかな。読んでなかったとしたら。か、「永遠の消防隊」かも。永遠の消防隊はね、 あのオープニングの曲が好きなのだからあのー、だからちょっと気になった <laughs> ちょっと気になったみたいな感じですアニメの1話の途中までは見たあのどこかは忘れたけど <laughs>、えー「永遠は本当におすすめ」えっ、ー、そうなんだなんかさ 本屋さんでなんか探してみたんですけどなかったんですよ。なかったのだからあの少女マンが買っちゃった。なんか香る花は凛と咲くみたいなやつ買っちゃったの。しそうなんですよね。でもなんかアニメアニメで見るのはなんかちょっと進撃の巨人は気がちょちょっとなんかちょっとなんかアニメになると。 色がつくからよりなんかちょっとやばいんじゃないかなと思ってまずは白黒から始めた方がいいかなって思ったんですそうなんです <laughs> 小説は時間かかるからアニメがいいかなそうだね小説もでも私結構読むんですよそう本,本が好きなの本が好きだから普通に読むよなんかなんだろう普通のガチの小説 マジ,のマジのめちゃくちゃ小,小説とかも読むし何か何系が好きとかは自分でよくわかんないんだけど食べ物系か素敵な言葉で食べ物を表してる系かなんかミステリー系もまあ好きなんじゃないかな好きだと思うよ好きだと思うよ ガチの小説っ、ね、て夏目漱石とかとか <laughs> ちょっと、ね、んあのもう一個ねちょっと漢字があのでもねなんかあれだよね文豪ストレなんたらなんたらみたいなさアニメなんか私は読んでないんだけどそれで出てくるやつだよねわかるよ <laughs> 夏目漱石さんはちゃんと読めます大西おさめさんあーなるほどわかりましたそういう感じじゃないんですあのでも友達が <laughs> なんか学問のすすめ読んでてえ <laughs> えって思ってこの前 <laughs> この前学問のすすめ読んでたんですよでも私もちょっと気になってたんです学問のすすめなんかもしかしたら学問のすすめ読んだら急に勉強したくなるんじゃないって思ったの<笑><笑>思ったの思ったんですよ <laughs> 思ったんですよ <laughs> でなんか 女子みたいななんかまあ微妙そうだ <laughs> わかんないでも人によるからね、うん、全然全然私はなんか何でも読むタイプだから <laughs> そうなんかねうんうんうん <laughs> うんうん、ね、ちょっと勉強のやる気が出るような本なのかなと思ったんだけど違ったみたいです なんかね私はあれですよなんか今持ってるマジのマジの本当のめちゃくちゃ小説はね本当にに二冊2冊, <laughs> 2冊あとはもう <laughs> ほぼアニメのノベライズとかそういうのばっかりですちょっとお水飲みますね小説好きって言ってもねなかな,か,なんかこれは面白そうだなって思っても買う勇気が出ないのよ だからもう,ちょいもうちょい欲しいんだけどね <laughs> そうなんですよ夏休み読書感想文の宿題あったなかったですちょっともう一回お水飲んでいいちょっと喉が潤わなかったさつきちがジョジョ語ってたけどみやびちゃんさすがにみやびちゃんの好みとは違いそうジョジョはねなんかなんだろう 読んだことない読んだことないんだよねなんかこういうやつこうやってやるやつ <laughs> こうやってやるやつでしょなん,かなんかこんなやつ <laughs> なんかこんなやつだよねそうだよねなんかジョジョダチって言います <laughs> みたいななんかこう <laughs> な,なんか腰痛くなりそう <laughs> 腰痛くなりそうですビームの漫画の好みがいまいちつかめバトル系,バ,バ,トル系バトル系かスポーツ系うんなんかなんて言うんでしょうか <laughs> 物語が単純じゃないのが好き こういうい手で表すとこういうなんかなんか上げ下げみたいななんかなんだろう単純,じゃ単純だとさなんだっていうのなんかちょっとさ読めちゃうじゃん先がだからもうこういう感じのなんかもうほんとに何もわからないですみたいな感じのやつがいいかな な,なんか学校ものはあんまり言わないかもしれない学園もの学園ものってあるんかなあでもあの廣穂川別ね廣穂川は、まあ、バトル系何が好きなんだろうねうーんでもなんか情報量が多いのは苦手です何 <laughs> て言うのなんかそのもう人 一コマ一、一四角一コマに,コマにもうなんか文具バーって書いてあってうおーってなんかしかも絵がすごいな,なんていうのもうなんかすごい書き込んでいらっしゃってあ書き込んで書き込まれてあ,あってみたいななんかねそうそういうのはちょっと。 苦手です苦手っていうか読むんですけどなんかいまいち内容がね頭に入ってこないんですよねでもなんかそういうのも挑戦してみたいなと思うやっぱ二次元同好会ですからそういうのでもいいよ <laughs> そういうのでも全然読んでこようかな一人っ子よね誰からエンタメ情報を仕入れるののの公式のカウントとか SNS みたいな LINE の公式のアカウントでなんかコラボカフェやりますよ行く今行きたいのはスイパラの配給コラボですお父さんお母さんからおすすめされることあるのなんかお父さんは結局結局 <laughs> 結構漫画を読むタイプなんですよお父さんは天性系が好き天性系 <laughs> お父さん本当に天性系が好きなんですよね多分そう天性系が好きって言ってました自分で <laughs> お母さんは本当に漫画読まないなんかなんだろう本当になんかねお母さんはね「ナ,ナとか言ってたなナナとかが好きって言ってたなんか私みたいな少年漫画はあんま読まない 感じだと思う。ます、思いますね。<laughs> 思いますね。私は。なん、なん、なん。何が好きなんだろうな。なんかアクションシーンがあって。 迫力アクションシーンに迫力があってなんかすごい迫力がある <laughs> ちょっとごめんなさい語彙力迫力がふわっ,って感じのなんて言うんですかなんて言うんですかこういうのは。 なんかって,ていうんですかなんか本当になんだろうアクションシーンに迫力があるのが好きなんかなんだろうアクションシーンがあのー、ギヨン語しかなないやつ<笑><笑>なんかあるじゃないですか1ページその見開き1ページ丸ごとアクションシーンでみたいなこういうこういう そう,いうそういうのが迫力があるんじゃないか本当にちょっと待って自分で言っててよくわかんないうんドンバーワーって感じじゃないですか <laughs> そういう感じそういう感じかなそういう感じかなそういう感じなんそういう感じなんの, <laughs> ううなんのかしら でもあまりにも描写がビリアルだとちょっとびっくりするかもそれでなんかあのなんて言うんですかちょっとあれだったらちょっと怖いよねちょっとあれだあれだったら <laughs> あれだったらあれだったらちょっとなんて言うんですかちょっとなんて言うんですかあれはあれ,あれだったらちょっとあれだよね <laughs> あれだったらちょっとあれだよね小学生の頃男子が教室の後ろで戦闘報告してたしてたよめっちゃしてたもうん,んか そうめっちゃしてたもうん,んか本当にふざけすぎ <laughs> あのよくあれですあの先生に怒られてましたよ。廊下とかでめっちゃなんかやるしなんかめっちゃな殴り合ってるな殴り合ってるっていうかなんかなんか何してるのみたいな <laughs> 本当に。 それ見てどう思ったそれ見てどう思った <laughs> えなんか静かにしてほしいなって思った <laughs> 静かにしてほしいなって <laughs> うるさいなって思った <laughs> あの友達の話が聞こえなかったりとかあと本読んでたら聞こえなかったりとかあとなんていうのドアの前でたまる人とかもちょっと。 あのもうちょい違うところで話してほしいなって思うかも <laughs> んかさドアの前で喋ってる方がいらっしゃるじゃないですかなのでなんかそれもちょっとちょっとあのちょっとあのちょっとあの思うみたいな感じそうでもなんか絶対にあの何て言うんですかどかないみたいなあとなんか微妙な隙間が空いてるんですよ <laughs> 微妙な隙間が <laughs> 微妙な隙間な,なのでなんかちょっとあの通ったら人に当たって「あっごめん」みたいなちょっと気まずくなったら嫌じゃないですかなのでねなのでちょっと待、ねね、あのなんて言うんですかあのこれはね男子に限らずみんなみんなドアにたまらないで <laughs> あの教室に入りたい人がいるのでドアにはドアのドアの付近には。 通るときも、ちょっと気まずいから。気まずいの嫌だ。気まずいの嫌だから。黒板消しをドアに挟む人もいたし。おお、おお、なんかあ、あるよね、なんか。あるよね、なんか。ね、なんか漫画とかであるよね。ね、漫画とかで。 あれは不思議だよね。ねなんかもうちょいなんか廊下で話せばいいのになって思うよ。黒板消しドアに挟んでも頭に落ちないよね。ね確かに。なんかこうやって開けて入る人だったら落ちないかもだけどみたいな感じの人だったら落ちると思う。はあみたいな。なんかなんかもう急いでる人とか。 みたいなで落ちてくてもうフケみたいになっちゃうみたいなカーテンの中で会してる女子いますか <laughs> え私は見たことないけど <laughs> あれでもなんかねいたねカーテンの隙間にいる人でも私もカーテンの隙間にいたなんか 自分だけの空間みたい友達と自分だけの空間みたいねなんかみんな通ってきた道なんだねきっとみやびちゃんの席は前後ろ廊下側窓真ん中私はですね今は廊下側の一番後ろの席からあ違う廊下側から2番目の一番後ろの席ですねちょうどね席替えしたんですよ昨日。 カーテン汚いや <laughs> 確かにちょっと汚いかもしれないうんんまあまあね <laughs> 赤貝好きだった赤貝めっちゃ好きですでもなんかそれでなんかあんまりなん,なんかなんだろう喋ったことがないあの子、ー、だったりするとえー、なんかやっていけるかなって思うけどだいたい話せるようになります安心してくださいだいたい話せるよ 授業終わったらすぐ帰れるとこ、ね、しかもその横の横の子がいるんですよ横の席のなんだろう隣じゃない隣 <laughs> 隣じゃない隣のこのあの男子がいるんですよその子なんかロッカーの目の前自分のロッカーの目の前が自分の席でパッて取れるんですようわうらやまって思いましたうらやまうらやましいって思ったそう。 集まってこないえないんかロッカーが男子側だからなんかいっぱい来るけどまあそんな気にしないですなんかなんでもいい人見知りしないの人見知りしないですなんかか初対面の子とかでも 話せるタイプうんなんか自分がなんかなんか話したいなって思う人がいたら話すかもしれないねっ <laughs> すぐ友達になるタイプなんだねそうなのもうすぐ友達になって打ち解けれるタイプ 僕はみえびちゃんと同じクラスのその男子中学生が一番羨ましいです。ほらもうなんかもう前の、前と後ろの席みたいな感じにじゃん。もうなんか、喋りに来てるじゃん <laughs>。喋りに来てるってことにしておこう。はい。あの来週、来週今週今週なの楽しみ今週の幕張では、もうなんかほぼ隣の席、ま、前後ろの席。 なんかすごい近い握手もできちゃうえあ、ツーショット会かごめん、間違えちゃった。ツーショット会ツーショット会かあれ握手会握手会かアーク、シューできちゃうので大丈夫です。<laughs> 大丈夫です。なので、ミア・ビームと隣の席になりたいよって方は、ぜひ今度のシングルのトーク会や握手会も、まあ、あの、 ちょっと気になるなってなったらちょっと遊びに来てねうれくださると嬉しいですつまり学生服だもっといいけど <laughs> 私が私が着るとちょっとリアルすぎるじゃんだから <laughs> みみんなが 来てこないよ、さすがに。来て、来なくていいからね。無理しないでね <laughs>。後ろの席の私に、髪の切れ端渡す設定をお願いします。まる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 ちょっと、あの、A 子に渡してとか言う <laughs>。A 子に渡してよ、ちょっと。B 子に渡して。そう、A 子に、なんか、あの、読んだら B 子に回してって言って。ね、それでついてなんか、他の収録だねとか言っといて、みたいな。 そういうことだね <laughs> はいあの皆さんあの学生服ではあのなんだろう来ないように来 <laughs> ないように来 <laughs> てもいいんで全然好きな服装でもいいんですけど あのなんて言うんですかちょっとなんだろうあのさすがにちょっとそれはえ戸しっていう感じなら全然大丈夫 <laughs> 大丈夫ですあのなんだろう着て着ていきたいなら全然着てもいいなんか服装とか気にしないかな私大丈夫えなんかえみたいな感じではそんな思わないなんか笑うだけ面白みたいな感じなのではい <laughs> <laughs> なんか着てもいいんだけどさ着てもいいんだけどちょっと、うん、ドレスコートないドレスコートないけど、まあ、ちゃんと服は着てきてる <laughs> ってことですわかりましたかわ <laughs> かりましたか <laughs> あの <laughs> 本当に学生服着てきてくれたら 自分の配信を見に来てくれてたということで、まあ、よ喜ぶのかなちょっとちょっと一瞬戸惑うかもしれないけどちゃんと服は着てきてくださいお願いしますはいあのはい <laughs> はいはいあの 学生服はまあちょっとあのまあなんて言うんですか何着ても自由なんですけどまあなんで多様性の時代だからいいんじゃないですか <laughs> 多様多様性の多様性の時代だから <laughs> まあいいんじゃない いいんじゃないいいいじじゃゃななですがまあ多様性多様性の時代だからねまああの何だろうやっぱファッションとかもすごい楽しむ時代だからさうんうんそういうねそうちなみに最近の流行りは分かりません雑誌とか見てきたら分かるよ <laughs> あの多様性だからね もうこの話はやめよう。この話はやめよう。もうちょっとなんかもう、もうちょっともうなんか戸惑う。戸惑うます。流行りはリボンですね。そう。バレエコアね。リボンね。<laughs> みんなバレエコア <laughs>。みんなおリボンついた服で来るかもしれないってことそういうこと私はバレエコアじゃないです。ちなみに。どっちもバレエコアじゃない。 バレエコアじゃないから、ねうん、バレエコ, <laughs> コアじゃないよ「配給の日」ってあったのありますよは8月19日です配給の日そう「あ配給の日だ今日おめでとう!」って言いました多分寝る前に行ったんじゃないかなあとなんかなんかちょうど そのね、ブルーロックの三影オの誕生日の日にちょうど誕生日調べたら誕生日だったんですよ <laughs> その日がだからあおめでとうってなりましたおめでとうねなんか、ねね、そういうのもさ誕生日が一日違いの星はもうなんかちょっとえなんかちょっと運命かもしれないって思ったけどあの調べた日の日が <laughs> 誕生日っていう。 誕生日っていう誕生日っていうさそういうことだよね運命感じるよね <laughs> 運命感じるよねそのうちケーキとか買ってきそうでも去年の12月22日伏黒君と鍵山の誕生日だった日はケーキ なんかこの三角のケーキ買いました一切れのケーキ一切れのケーキ買ってきてくれましたお母さんが俺とチェーンつけてるのはありなしチャラチャラしてるやつどっちでもいいんじゃない <laughs> あの 好きな服で着てね <laughs> 好きな服でね影山の誕生日は覚えているんやなそうあのなんかねそう伏黒くんと影山がなんと同じ誕生日なんですよ12月22日でそうで私が11月20日なんですよでなんかその今まで同じ誕生日のキャラクターとかに会ったことがなかったんですよでも あの星名が怪獣8号の星名があの1日が十11月21日だったんですよまあってなってまあまあびっくりってなりましたまあびっくりってなってレオンの誕生日いつだっけ8月 1010? 10 10? 分からんわ分かんないけど分かんないけどまあ 分かんないけどまあ、8月 <laughs> 8月でしたで潔は4月1日潔はね覚えやすいんだよね4月1日がそうそんな感じですアバターな感じにいきますおじゃあ黒ジャケットってことだ楽しみにしていますみやびちゃんサそリ座かそうですサそリ座だよサソリ さ、さそり、なんかさそりポーズさんさそりポーズこう <laughs> これ、なんかちょっと違くないさそりポーズってこと これが、ザリガニ感がザリガニじゃない。さすりポーズ <laughs>。新しいギャルポーズかな。さすりポーズが次の流行りです。OK。はい、もう、ギャル、ギャルですね。スコーピオンってことだ。今日のダジャレお願いします。えーっと。 今日のダジャレ。今日のダジャレ。今日のダジャレ。今日のダジャレか。しゃれを言うのは吉野しゃれ。じゃあそのまま使います。しゃれを言うのは吉野しゃれ。しゃあ <laughs> しゃあしゃあ。はいはい。 もうおしまいですありがとうございましたはい、はい、ということでそろそろ配信を <laughs> 終わりたいと思います皆さん今日は配信を見に来てくださりありがとうございました最後にランキング読みをして終わりたいと思います13位レインボーバードさんありがとうございます12位パンダの着ぐるみさんありがとうございます 11位、黒ジャケットさんありがとうございます。10位、桃さんありがとうございます。9位、ホワイトトイプードルさんありがとうございます。8位、水色の熊さんありがとうございます。えー、7位、雪だるま作ってるさんありがとうございます。6位、熊さんありがとうございます。5位、えー。 ピンクのうさぎさんありがとうございます4位ニコニコピンクのツインテールさんありがとうございます3位長谷川のあちゃんの旗持ってるさんありがとうございます2位紫色のトップスさんありがとうございますそして1位は緑色のトップスさんありがとうございます皆さん今日は配信を見に来てくださりありがとうございましたまた配信するのでその時は また見に来てくださいそれじゃあ、バイバイみーむうわバイバーイまたね、バイバーイバーイ